スーラージ・バルジャーティアは、インドのボリウッドで活動する、映画監督、映画プロデューサー、脚本家、映画配給者、メディアコングロマリット企業、ラージ・シュリー・プロダクションの会長も務めている。ムンバイのマルワーリー家庭に生まれ、セントメアリースクール、シンディアスクールで教育を受ける。1986年に、ビニータ・バルジャーティアと結婚し、3人の子供を設けた。 マヘイシュバットの助監督としてキャリアをスタートさせる。24歳の時にソフターラーチャンド・バルジャーティアに勧められ、彼が経営するラージシュリー・プロダクションで私は愛を知ったを監督する。同作は工業的な成功を収め、バルジャーティアは同作で俳優デビューしたサルマン・カーンと共に高い評価を受けた。バルジャーティアは同作で フィルムフェア賞最優秀監督賞にノミネートされ、サルマンはフィルムフェア賞最優秀新人男優賞を受賞した。二人は1994年のハム・オペカ・ハイン・コーン、1999年のハム・サス・サス・ハインでコンビを組み、両作とも工業的な成功を収めている。2003年にリティク・ローシャン、カリーナ、カプール、 アビシエイクバッチャンを起用してメーンプレムキジワニフンを監督し2006年にはシャーヒドカプールアムリタラオーを起用してビバを監督し両作ともヒットを記録した2015年にサルマンカーンと組んでプレーム兄貴王になるを監督し同年のボリウッド映画工業成績第2位を記録するヒット作となったバルジャーティアはべての制作作品で プレームという名前のキャラクターを登場させている。また、彼は作風について、私たちはマルワーリーの一員であり、壮大な儀式や結婚式を見て育ちました。私の映画で見られる豪華さは、子供の頃に感じた印象が根底にあるのですと語っている。ありがとうございます。